たけしもあのちょうど戻る時やって。はい、おはよう。朝6時です。こんだけ寝ても眠いな。ずっと寝ときたいね。まあ、また1週間が始まったぞ。月曜日です。人生楽しまないと。今週末はね、ちょっとした電車の旅に出かけるんで楽しみなんです。今週は心くん何も問題がないことを祈ろう。もうそこだけだな。心くん何も問題が起きなかったらそれでいいわ。あ、猫ケージに入れて餌やるじゃないですか。結構ね、体重管理できてる、きてる感じはします。ディーンとオーくんとね、ジャス、体重管理しないといけないんで、呼んだって。ケージでなんとか体重管理できてそうな気がします。頑張らねば。猫が通ります。今日予定何って聞かれたらさ、編集って予定しかないよね。予定がなさすぎてカメラつける場面ないやろなって感じ。私一人やったらお昼ご飯も食べへんしな。誰かランチ誘ってくれたらな。月曜日からいろいろ考えることいっぱいあるよね。とりあえず7個この足のサイズ測ってみたいんよ。今靴合ってるんかどうかがさ、私の靴履いていっとうから。ナナちゃん、親のお下がりの靴で喜ぶってさ、どういうこと。ナナちゃんのママ好きはやばいよね。ママサラーやけど。完成。もう髪の毛はね、いいです。もうこのままで餌は出ないんで。じゃあ洗濯と猫の餌します。そうやって言われたら嫌じゃないか。グズグズ言うな。電池が 12% しかないけど、朝ごはんに行きます。マウスピースしてた。マウスピースしとった。昨日してなかったやろ。え、昨日してなかったやろ。1時間ね。おはよう。うわ、朝から、わー、豪華。今日は朝食べんとこうかなとか思ったけど、食べる。いただきます。はい。うん、めっちゃ朝が出てる。うん、ちゃん、おはよう。日本人や。エミちゃん、ミャンマーの子たち来た時あったっけ。ミャンマーやって言うね、中国人って言うね。タチウオいただきます。うまっ。めっちゃ健康的。うん、あっさりしたもんね。めっちゃあっさり。骨も食べれるね。あ、骨も食べれるよね。何の、うん、骨ない。どれ、タチウオ、真ん中にあるよ。食べちゃったで。え、ほんまや、真ん中骨あるわ。いや、筋肉痛76枚のが大丈夫なわけなかろう。やばい。うん、どこも痛くないよ。痛くないんかい。心くん最初酔って死んどったの。うん。トイレの中鍵閉めたのはいいけどな、閉めすぎてな、分からなくな、店長吸収する、うん。一番最初はまず90度やん、うん、そっからまあ0度に戻したら鍵閉まりやん。うん、俺は90度から180度に戻して、うん、開けるとき、あれ戻らん戻らんって閉じ込められた。トイレ事件バリおもろいね。昨日のめっちゃ僕と意地悪やったね。ごちそうさまでした。今日いつよりよやった。
水忘れてる。カートが可愛い。ちょっとこっち来て。ほら、カートついてくる。カートが可愛い。心についてくる。母ちゃんどうしたん？心くんについていくん。お前学校行ってしまうんかって言っとる。学校行ってしまうのか。え、ほんまこいつら心のこと好きやな。ディーンがさ、夜にめっちゃ来んねん。ディーン？こいつ？そう、こいつ。え、今日お月見じゃないん？15夜やろ？ほら、15夜。今年は満月って。15夜。今日かな、15夜。ちょっと調べるわ。今月29、金曜日。何や、29か。喧嘩しないよ。後ろに仲間おるで。心くん。時間やで。まあ、トイレに行きたいけど、まあ、学校でトイレするわ。理由。学校でトイレする。いってらっしゃい。あ、やめろ。はい、いってらっしゃい。はい、じゃあ、ななちゃんは何を書くんでしょう。ななちゃん、YouTuber のお仕事について書いたら。ななちゃんがするお仕事は何？頑張って書いてください。うん、うん、そうし。レインボーな。母ちゃん、寂しいな。母ちゃん、心おらんくて寂しいな。これ切らんと、タグ切らんと。はい、森さんはね。猫ちゃんなんか落ちた。ん？何落ちた？鉛筆。自主学頑張るねんで。髪の毛は大丈夫だな。入った入った。うん、はい、行っといで。前髪切ろうな、帰ったら。うん。うん。マスク。マスク。キティちゃん。はい。ポケットに入ってらっしゃい。楽しんで。明日もね、帰ってくる。帰ってくんな。楽しんで。バイバイ。最近顔やばいな。太ったから顔もやばい。体もやばいけど顔もやばいよ。12時です。ガウスですいません。お昼ご飯をさ、今日は私がおごるから、カルちゃん小猿行かへんって聞いたら、カルちゃん今日なんと3本目に取り掛かっております。パッドから完成まで3本目。やば。やばいよ。そう、忙しいって。もうやっちゃいたいんやろね。ご飯食べずにやっちゃいたい。というわけで、私のお昼ご飯は、朝ご飯にトアに作ったおにぎりをトアが食べていかんかったから、それを食べるのと、シャインマスカットの残り。これがお昼ご飯でございます。かーくま。生理痛でも書いちゃうよ。うん。うん。これだーって。これ見てだーってカットしたんですけど、この動画が水曜日の動画で25分あるから250分テロップ入れます。今それを水木金分3本カットしました。カットに1本2時間かかっちゃって、カットだけで6時間ぐらい。今週名古屋に行くために、今週名古屋と関東に行くために必死こいて編集してます。今日あと6時間ぐらいテロップ入れたら、なんかおかしくなってきた。面白くなってきた。今日あとまあまあやって4時間かな。やって4時間テロップ言ったら、ナナちゃんと歩いてコンビニに行ってこようと思います。心くんがね、お金下ろしてきてほしいって、ていうか心くんがお金ないお金ないって言ってね、かわいそうなんで、じゃあ自分のお金下ろすかって言って1万円だけね下ろしてこようかと思います。じゃないとね、心くん好きな漫画も買えないしね、好きなことできないんで、別に漫画ぐらい買ってあげるよって昨日りゅうちゃんが言ってたんですけど、自分のお金で買いたいらしいんで下ろしてきます。昼のお薬飲んでない。じゃあ今から鬼テロしていくんですけど、まあテロップ入れるだけなんで簡単なんですけども、行かれますね。はい、1分のテロップを入れ終わって、あと24分、240分、引き続き編集頑張りたいと思います。編集しかしてね、あとで散歩動画撮ろう。おかえり。おかえり。荷物なんかいっぱい届いとった？あの、くーちゃんが、うん、あの、4時までしか遊べんから、ダッシュで7の作るって。え？ 4 時までやったらもう、来た。来た！4 時までやったら、4時までやったら25分しかないぞ。騒がしいのが帰ってきました。4時、4時。
だからデータを持ってひかるちゃんとこ行くよ。あのさ、面接やっぱあかんやろな。気になってな、就職の面接とかさ行ったわけやん。その時のことめっちゃ思い出してさ、なんやろ、めっちゃ緊張したしな、めっちゃ気持ちわかるしな、もうどうしようっていう感覚が呼び戻されてさ、心苦しいよね。1年前に買ったさ、このディーゼルのカバンを昨日思い出して引っ張り出してきて持ってるんやけど、この中にな、蛍光ピンクのモフモフさんが入っとったはずやねんけどさ、あれがここの中でな、ざわざわしとうから可愛いのにさ、いてくんね。なんで心くんおるんで、え、暑さ表示です。おはよう。違うよ。おはよう。雨降った。あ、グランドがヘドロ状態ね。どこなの。え、お腹すいて死にそうなの。データを送るわ。何言ってきた。何言ってきた。え、もう5時やから早く帰れ。なんでそんな最近おせっかいな。なんでそんな最近お兄ちゃんするな。おいしょ。なんでそんなお兄ちゃんする。5時超えられたらせこいってことか。なんでなん。パパがおらんからパパをしとんか。うん、あ、ママやから甘いと。それはせこいと。ママやから甘いと。罰が逃れるのはずるい。で、俺が任務前に、うん、帰ってこいよと言ったると、うん、それは優しいのか。まあ、パパの代わりをしとんじゃない。最近やったらね、ユニバでもな。ユニバはパパおったのに。シュカシュカシュカ。心くんさ、やめてそれ。心くんさ、ショート取りたいんだけどさ、あの、いつものどっちしようよ。心に、ま、耳ひかを選んでもらおう。いい、それやったらいい。じゃあ行こう。じゃあ行こう。いや、ガチでこれも7波になんねんけどさ、夜によくパパとかママにさ、マウスピースするから時間伸ばしてって言うやん。あれな、あれマウスピースはな、マジつらいで、うん、あんた分かってるそれ。ほら帰ってきたで。え、あのさ、あ、ただいま。おかえり。見て、サン君超えました。あ、それやばいわ、それやばい。え、猫じゃらし。ああ、ほら、火がついた。やめなさい、捨てなさい。いや、猫に取ってきてん。見えちゃったな。ナナハさん、君は3分遅刻しました。それが何。言う前に言ってあげたのに。鬼ごっこで、鬼ごっこで違う分きっつけたね。タイム測っとって、終わってみ、時計見たら過ぎとったね。門限過ぎましたよ。言う前に言ってあげたのに。汗がすごい。何じゃ、あなたが与えるもん。あなたが与えるもん。何だ、昨日みんなのテレビやのに見ないことなかったやつは。勝手に見とったやんか。それで止めたりしたやろ。そういうことで。何今から七波ママと散歩行くねんけど。その前にショート取るで。うん。一本あげえよ。一本あげる人。はい。あ、カートが歩いた。え、こんなんできる。怖いっすけど。あげよ、うるさいから一本。ね、3分なので、うん、野菜も味噌汁もすべて食べないとお母さんは喜べないと思います。お前もあれさ、野菜とか味噌汁の中一ズームか。中一なのにアイス食っとったくせに。中一です。細かいですね。あ、え、いや、なんもないです。なんもないですよ。ね、手が揺れる。言うことが細かいですね。いや、もう、まあ、遊びに行ったらあかんよりかはね、もうマシだと。まあまあまあ、遊びに行ったらあかんよりかはね、マシですね。もう俺1分遅刻しただけでもに遊びに行ったらあかんって言われる。聞いて、耳で。あなたは常習犯やったやろ。聞いて、まあ、耳でさ、あのさ、ご飯を全部食べないとお菓子なしって言われて、その後にママにな、あのご飯全部食べたんなら食べ過ぎ、食もなしです、全部食べないと。え、食べる、聞けよ、話
ちょっとこの子はどうにかしてくれる耳ね。あのさ、いいですか？はい、で僕が全部ちゃんと食べたって言ったらちゃんと食べてみて、うん、しっかりと椅子をしまうこと。嘘つくよ。写真撮っとくわ、はい、待って、椅子しまわんかったの昨日この人。椅子しまわんかった。2連続、昨日も椅子しまわなかったね。はい、まあ、遅れた犬はね、何も言うない。お前、しっかりない言うな、携帯なくしてるやつが言うな。耳ねんち持って帰って、持って帰られたことないの。ならないで。じゃあ今から俺がするわ。確かにないな。ないな。今から携帯没収はないかな。俺がするわ。スイッチ没収もないわ。ないかな。3分間3つの罰。部屋で1人で遊んどけよ。友達おらんだろ。おります。友達がなさそうな顔してるよ。何かしてる。はい、携帯置いといて。あ、俺の布団洗濯して。はい、勝手に突っ込んで。はい、か耳どっち。あ、歩いてセブン行こう。車でセブン行く。うん、歩いてセブン行こう。え、あのさ、俺さ、意味か分からへんねんけどさ、はい、ママがさ、なんかお金下ろしてくれるって言って。あ、そう、だからそのお金を下ろしに行こうと思うんで。ゆめかなんか、今日の朝喋ったことそれ。今日の朝喋ってんそれ。夢じゃないよ。大丈夫それ。夢ではないよ。何分かかるって？15分。アニメ見よう。うん。多分中身全部餌よ。やろ？はい、餌。はい、まだこれが一箱あるから。それ以外は？なかった？じゃあもうどこの？中身見てきて。見てきて。中身を見てきて。ナナハが持ってきてくれました。すごい。あ、オッケーオッケー。はい。はい、ミミネーが通り過ぎていきました。校長先生も通り過ぎていきました。ませませましたました。ゴミ拾いしながらコンビニ行ってきました。ゴミがないです。さっきめっちゃあったの。はい、ウンコみたいなんじゅうたち。何を泣いてんの。いつもの投稿時間1時間ミスるし、収益あかん歌使ってるし、歌使ってるっていうか BGM がそれっていう部分を知らんくって他カットしとんねん、ちゃんと。なのにその分期間だけめちゃめちゃいいっていうか、俺の言いたいこと言っとんのに BGM バチバチやん。ありたけの夢を。 BGM だけ消したらいいや。俺のコーナー全部消えるな。猫の砂取ったらお風呂入れるな。お風呂入るんやろ。猫の砂取ったらお風呂入るで。宿題は？これ片付けろ。あ、お願い。まあ、英語とか。何がしたいか分かってないね。英検でとかっていう何かがあるとか。まあ、そういうのも踏まえて。どうぞ。レッツゴーコロン。私が言うとさ、私の言う通りになっちゃうねん。はい、ココロ君、テレビ消してお話ししましょう。なんでって、あんたの学力が悪いからじゃ。どうしますか？何がですか？何したいですか？何をですか？足りてないと思います。勉強がね。はい、そうですね。はい、習慣もついてないよ。はい。うん。足か。はい、ということで、まあ、塾とか、塾は嫌。チャレンジとか。チャレンジは嫌。なんでそのテンションなの？今じゃない。話すのが嫌まず。なんで？いやいやから。もうそれはパパと話すのが嫌ってこと？そういうことじゃなくて、勉強のことで話すのが嫌。じゃあ勝手に決めていいけど。もうチャレン、俺が言うのはチャレンジがいいだけ。俺は何教科でもいい。全く話し合いにならんの。どういうこと？なんか出る意味が。じゃあ。やる意味を今から言うってこと？じゃあ何のために言うの？学力を上げてダメ。何の？テスト。何の？勉強の。何の？全て。全部？じゃあ体育とかは何かに通う？すごいよ。技術とかやったら奈々みたいに絵画サークル通うとかする？あ、じゃあ公共科いない。じゃあちゃんと話し合おうと。っていうより、まずチャレンジタッチっていうより、俺 ETC に通いたい。テニススクール。なんで？
強い人ばっかり集まるし、ちゃんと練習してから部活よりもいい。じゃあ部活やめろ。部活も両方。じゃあ軟式のテニスやサークル。そう。誰か通ってる。うん、先輩は僕と。それだったら先に自主練習とかしたら、家帰ったら走るとかする。あ、絶対にどれか一つを頑張れって意気込みが分からんから分からん。テニスは推薦でいけたらいいなって思ってたけど。もう一回やって。推薦でいけたらいいなって思ってた。高校に甘っ。それやったら、それやったら、あのほんまにしたいんであれば自主練習をしとる姿を見せて。パパはそれはパパがスポーツしとったから舐めすぎやと思うから無理だ。スポーツ推薦をガチで狙っとる子になったらすっごい失礼な発言やったね。それだけやるとこ。中学の時点からな、選んどったらな。それぐらいレベルが違うの、スポーツ推薦って。もうこうやって誰に見とるから。じゃあいいじゃあいいじゃなくて何がしたいんだ。何でもできるのにもったいないよ。しかも勉強をできる期間を上げとったやん。クモも全部やめて自分でできないなら他に頼るよ。人生な、流されるのもありやと思うね私は。だからポイントもらえる、携帯の時間増える、そのためにご褒美のためにチャレンジタッチなんかペペってやっとく。そうやって流される人生もな、ありやと思う。だってやらんでもいないんだよ。いやいや何もしたくない、家で勉強するから塾の塾チャレンジだってそんなんやめて。それでもいいのに。だから話し合おうって言ったんだけど。携帯もゲームもし放題にしてもう干渉しないから、こっちにも干渉せんといてくれる。俺が得られる特権もなし、損失もなし、勝手にしてくれる。いや、なんで。コンビニの代わりに校長先生に会ったよ。うん。お、6時帰宅です。ゴミは捨てろ。そこで5,000円。今日の買い物でもアイスとジュースのけたら3,000円ぐらいかな。3,000円。1日1,500円。まあまあやな。1人500円。ちょっと頑張るわ。いってらっしゃいませ。要は行ってくるぞ。行くぞ。全部用意してくれたもん。全部用意をしてくれます。はい、あ、パパこっち。いただきます。ヒゲ描くの忘れてる。ナイス。さあ、いっぱい食べましょう。いただきます。パパラ君と喧嘩が起こったから。そうやな、俺がテレビ見とったらナルハが後ろから時間なくなったからって見ようから。あんた時間の量やったら携帯で見る。それか自分の部屋にテレビのやつ買えよ。けど、あのアマゾンプライムとかがないから自分で買えよっていう話で。まあそれで、まあ人の頭をスマホで叩く女の子がいたと。じゃあ何やねん。みんなのテレビやのに、あのナナが来た瞬間に止めてくる。止めたの。俺になんか喋りかけに来たんかな。聞こうって思う。パパとかママが止めるのにナナが来た瞬間に止める。ナナが来たらだって止めてから喋りかけたやろ俺。いや、なんで止めるんって聞いたら見てほしくないからって言われたね。いや、それはそうやな。だって13歳プラス。でもみんなのテレビやから自分のところに行ったって言えばいいじゃん。そうだね。だってあれは俺にとっての有意義や。俺にとってのプラスしかないから。叩いたのはやり返しただけやから。心君のテレビ見て。俺暴力してないけど。残したら食は増えません。じゃあ5時っていう7話の番組。5時の前に帰ってきたらうちの人も夜食を取っている。先生使わんのはどうしたらいいか。じゃあ先生家にこういうのにしてくれる。先生家にこういうのにしといてくれる。あんただって来たことあるくせにそんなこと言うのやめてもらっていいですか。来たことない。とりあえずさ、まあ、今この晩飯の時間家しかしてない気がするんですよ。そう、ナナもいらんこと言いすぎ。美味しいよ。いらんこと言いすぎ。ご飯も美味しい。君にとって面白くない。おしつまちゃんと言うといて。ラーメン。はい。なあ、はい、この前の紹介よりも昨日のが良かったみたいな。あ、そうなん。喧嘩ばかりだやろうな。毎晩俺は喧嘩しか見てない。やろうなという食卓でした。ゴロ君まだ見張ってます。見張ってんの、はい、待って、見張ってんの、うん、ナナハを、うん、バリおもろいやん。全部完食詰めた。えらい。ということで夜食食べれますやな。うん、はい。衣装も閉めてきた。いや
えらい。夜食は食べんでいいねん。それは誰？ゲーム中だぞ。ゲームだよ。楽しいよ。めちゃくちゃ面白いよ。イエー。そう、ゲーミングパソコンを変えてるのは、買ってもらってるの。そうです。親は厳しいんですかね。厳しくないです。甘すぎるんですかね。もっと厳しい方がいいんですかね。いや、それは厳しい。どうする、勉強。チャレンジタッチがしたいです。いや、チャレンジタッチをちゃんとやるかどうかはわからんからな。どうしようかなっていう。あ、にゃんにゃん言うとるで。はい、お前、こっち来ない。ママ、爆睡した。喋れんから。ココロくんはあっちにいます。明日はやることがいっぱいあります。もうちょっとで、ゴジラでって言うときめっちゃうるさかった。多分近所迷惑になる。あれはまた明日。ボクも同伴じゃないですね。同罪やで、ね、同罪やで、ね、ダイエットするとか言いながら、これはシェイクを飲んでおります。バラステークスタイルです。夜のデザートタイムでございます。こんなことしそうから出ぶんねん。